船木勝一は日本のプロレスラー。リングネームは船木。アメリカ合衆国テキサス州サンアントニオ在住。大学卒業後、アニマル浜口トレーニングジムでインストラクターを務めていた。その後、新日本プロレスに入門したが怪我により退団。アニマル浜口トレーニングジムでコーチを務めていた。1993年、プロフェッショナルレスリング、藤原組に入門。 12月5日、プロフェッショナルレスリング、藤原組後楽園、ホール大会で、船木勝一として、対カールグレコ戦でデビュー。1994年10月、新日本プロレスで開催された、スーパージュニア、タグリーグに、石川祐希とタッグを組んで出場。メジャー団体の選手たちの厳しい洗礼により、試合終了後に、控え室で口から泡を吹き失神するという。 アクシデントに遭遇。1995年11月19日、プロフェッショナルレスリング、藤原組を対談。12月、石川らと共に格闘探偵団バトラーツを設立。1995年12月13日、道のくプロレスで、高道のくとタッグチーム、夢カリュードを結成。1996年6月14日、高と共に、ルード軍。 海援隊デラックスに加入。1997年、道のクプロレスに移籍。1998年3月、WWF と契約して、リングネームは小船木に改名。同年、リングネームを船木に改名。また、高道のくとのタッグチーム、海援隊では、英語でマイクアピールができないという欠点を逆手に取り、映画の吹き替えのように、 口と声が合っていないマイクアピールを行い、不思議な人気を獲得。この頃、開演隊の T シャツが売り上げ、ナンバーワンになったこともある。2002年3月1日、横浜アリーナで開催された WWF の日本公演の試合に怪我で欠場していた高が、セコンドとして登場したのを最後に、高が WWF を退団。WWE では、 スマックダウンナンバーワンはアナウンサーとしてのキャラクターを確立。前座、中堅どころのようで、基本がしっかりしている上に大技まで使いこなせるので、レスラーからは、もちろんのこと、フロントから確実に仕事のできる職人レスラーとして絶大な信頼を得ていた。また、新人に対するレスリング指導に対してもフロントから高い評価を受けていた。また、 これらのことの延長として番組初登場の対戦相手のジョバーも多く務め受け身も上手かったことから大物レスラーのジョバーも務めたこともあるこうしたことから WWE 在籍期間は13年となり出入りの激しい WWE において異例の長さとなっていた2005年2月5日埼玉スーパーアリーナ大会前にはスパイクダットリーに勝利して WWE クルーザー級王座を獲得。チャンピオンとして母国への外戦を果たし、チャボ・ゲレロ相手に防衛も果たした。2008年、スマックダウンのテレビテーピングのダークマッチで、ジョバーとのしての役割が多くなる。2月、ハウスショーでは、尾骨骨折するが3月に復帰。4月19日、原宿クエストホールで行われた、レッスルマニアのパブリックビューイングパーティーに、 トリー・ウィルソンと共に登場して、宣伝活動を行った。6月6日、スマックダウンのメインイベントで行われた8人、タッグマッチに出場。10月、アール・トゥ・ルースの一言がきっかけで、リングネームをカンフーなきに改名。スマックダウンのテレビショーで空手衣を着たギミックで登場。2009年3月、右手に痺れと違和感があり、診察の結果、 首の追間板損傷と判明して4月に手術を受けた。その後、リハビリを経て8月から FCW で調整を行った。9月15日、スマックダウンのダークマッチで復帰。2010年4月23日、WWE からの対談が発表された。対談後は、ディスウィークイン WWE での日本語ナビゲーターとして出演。また、選手としての活動を 日本でもするようになる。5月5日、プロレスリング01後楽園、ホール大会で、リングネームを、船木に改名して参戦。8月、WWE と再契約して、アジアと太平洋地区のタレントスカウトコンサルタントと、ロードエージェントに就任。11月、サンアントニオのインディー団体、RCW の配下で、プロレスラー養成道場、FU 道場を設立。 2011年3月31日、スマッシュに、初参戦。6月9日、スマッシュオーザ決定トーナメントに参戦し、同じ、元アニマル浜口トレーニングジム門下で、元、WWE の田尻と対戦して敗れた。12月1日、WWE で開催された、WWE プレゼンツ RAW ワールド、ツアー2日目のベスフェニックス対、 ケリー・ケリー戦のスペシャルレフェリーとして登場。歓声を浴びたが試合終了後、リングに残っていたところを、ザミツに襲撃された。2012年1月、FU ドジョの同場名を、船木ドジョに解消。2014年7月、WWE と契約したケンタにルネヤングが、インタビューした際に通訳として登場。二千十六年、中村晋介や、 WWE クルーザー級クラシックに出場した戸沢明の通訳として登場。ありがとうございます。